おはようございます。本日は9月28日に発売される私たち箱庭リリーのファーストメジャーアルバムリリーズプラージュのリリースを記念して、なんと CD のプレス工場にお邪魔したいと思います。はい、楽しみだね。楽しみ。ちょっとね、特別に私たちの CD が作られているところをね、見学させてもらえるということで、はい、めちゃくちゃ楽しみです。実際足を運ぶということで、皆さんに喜んでいただくために CD のね、円盤に実際サインを書かせていただけることになりました。いやー、めちゃくちゃ楽しみ、ね、どんな感じで作られてるんだろう ね。ちょっとね、なんか遠足気分で私たちもウキウキなんですけど、早速行ってみたいと思います。行きます。やっほー。今車高速乗ってます。なんか山が見えたりする。富士山見えた。さっき富士山見える。めちゃめちゃね、自然がそう綺麗で空気が美味しく感じる。こちら高速からお送りいたしました。またお会いしましょう。また後でね。じゃあね、バイバイ。いただきました。いただきました。あげます。めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうです。美味しそう。ちょっとこれはいただこう。いただきます。ここら辺はね、うなぎが有名らしいので、予約が取れないくらい、うわちゃ有名そうらしいです。今日は平日だったから。いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。幸せ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ食べてこの後工場見学頑張ります。工場の方に入っていきたいと思います。ちょっと見て、すごい、すごいな。ポスターが貼ってある。めっちゃウェルカムしてくれる。めっちゃ箱庭リリー様。すごくない？めっちゃ両端にこうやって貼ってある。めちゃめちゃ。すごい、箱庭リリー様。ありがとうございます。ウェルカム。書いてもらいました。書いてもらいました。すごい。いっぱいポスターも貼ってくれてて。ね、ちょっと楽しみです。楽しみ。ね、今日一日ですけど、アテンドさせていただきます。総務の松原です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずですね、下のディスクの製造工場から見ていただきますけども、はいはい、ちょっとね、あの製品のいろんなゴミ防止とかっていうところがあるので、まずね、はい、ここにあるこの帽子の方を、はいはい、髪の毛をちょっとね、こういうふうに申し訳ないんですけどね、セットしてて、はい、入れていただいて、あと、上にね、このシューズカバーをすいませんけど、お二人ともつけてください。はい、そしたら中に行きますね。はい、じゃあお願いします。よいしょ。めっちゃ、こういう感じの工場、あ、すごいね、すごいね。はい、あ、本当だ、箱リリの CD だ、すごいよ、すごい、書いてあるリリースプラッシュって、あ、すごいよ、これが一緒に、これも CD だ、うわぁ、塗ってるっていうところですね。文字かな？色がついてる。すごい。ありがとうございます。で、出来上がりがこれらしいです。すごい。すごい。ほら、キラキラ。キラキラ。めっちゃ可愛いです。ここのやつが100枚ですか？この一つの束が100枚らしいです。なんで10個使わなかったら1000枚、あー、そうだ、10個あるから1000枚ぐらい。へー、今作られてますよ、私たち。みんなの元にこれが届くってことか。こうやって生み出されてるんですね、CD は。すごいね。こっから手作業で作業してる場所に来ました。あー、すごい、生まれてる。パッケージとかをね、作ってくださって。リリースプラージュだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まず、作業を見ていただいた後に、ちょっと皆さんに説明していただいて、やってもらいますので。はい。はい。お願いします。すごい。
どっちがどっちですか？緑が私です。青が私です。これにね、お肉を、はい、あ、へぇー、手作業なんですね。手作業でやってるんですね。へぇー、やってみます。あ、じゃあ、やっていいですか？いいです、開けて。あら、まだ何も入ってないです。ちょっとこっちの、はい、一番。わー、これ怖い。一枚で、あ、一枚これで、よいしょ。その真ん中に、はい、来て、もう一個の、かわいい、ほとちゃん色、よいしょ。すごいな、めちゃくちゃかわいい。大きくなって、うん、この色味も私たちね、ね、そう、こだわって提案させてもらってて、めちゃめちゃ可愛い。うわー、あ、入ってるね。かわ、あ、かわいい、こんな感じ。すごい。これがポーチね。で、これを乗せる。で、このボックスに入れます。よいしょ。あ、うわー、入った。この向きで。うわ、緊張するぞ。入ったよ。よいしょ。うわ、難しい。入る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 。よいしょ、よいしょ。あ、入った。はい、入りました。はい、あとね、まっすぐ入れてもらって、はい、そしたらこっちを、こっちを中に入れ込む、はい、中に入れ込む、ちょっと入れ込む、これで押さえる、ここと、ここと、はい、で、これを入れ込む、ちょうど押してあげる。うわー、難しい。使って止めてもらって、この上から、こっちが縦に行かないようにありますか。はい、できました。ありがとうございます。私が作ったやつ。どなたの元に行くのでしょうか。ありがとうございます。黙々とやってしまうぞ。難しい、これ。これ難しいよね。これが手作業で行われてるのさ。うまくいかない。うん。完成。完成。楽しい。ありがとうございます。すごい、すごい、後ろでこんなにめちゃくちゃ大変に作ってくれる。すごい。わー、すごい。これ大変だね。大変だ。全部手作業で。ありがとうございます。ありがとうございます。ふしゃってなっちゃった。誰かの元に当たるかもしれない。次の、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今から、うん、早速サインを書いていこうと思うんですけど、こんな感じになってます。めちゃめちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い。こっちの緑の方に私がサインを書いて、青い方にハノンちゃんがサインを書こうかなって思うんですけど、これ記念すべき1枚目なので、はい、どっちにも書いちゃおうかな。どっちにもサイン、そう、どっちにも書いちゃおう。どっちにもハノンことは書いちゃおう。うん、超絶プレミアです。じゃあ先書いてもらおうかな。あ、私が先書く、うん、どこ行こう、ここ行こうかな。うわぁ、なんかこう CD に書くことってないから緊張するな。こっち、こっち、いっちゃおう。はい、こんな感じで1枚目できました。できました。めっちゃ拍手もらった。すごい。2人のサインが入ってるのはこの1枚目ということで、世界に1つ、うん、当たったらぜひツイッターで教えてください。はい、じゃあ続きも書いていきたいと思います。すごいね、めちゃくちゃ円盤のこの色もめちゃくちゃいいね。パステルな感じのカラーが
可愛いね。うん、めちゃめちゃ可愛い。ちょっと明るめにしてもらってよかった。うんうんうん。これなんか大事に飾ってほしいな、うん、当たった方。サインはね、私たち書き慣れてるからね。でもなんか紙とはまた違った書き心地。そうだね、なんかミスれない緊張がすごい。これこれをさ、一回作るまでにね、うん、いや、今見てきちゃった。そう、ね、すごい工程が飛ばれてるから、めちゃくちゃ大変な工程見ちゃったから。本当に今回あのガチャさんっていう S さんに書いていただいたんですけど、このジャケットね、うんうん、本当に可愛く仕上げていただいて、今回のディビューズプラージュっていう百合の浜辺をモチーフにっていうことで書いていただいたんですけど、本当にこの夢かわいい感じがアルバムにぴったり合ってて、本当に素晴らしいです。このコンプリート版、大きいコンプリート版なんですけど、付く特典が2つあって、うん、ラバーストラップ、私たちラバーストラップを初めてだから、そう、初めてのラバーストラップが今回付きます。あとね、もう一つはこれが、あの、私たちのこだわりの、めちゃくちゃこだわった箱舟乗船カード、うん、ということで、このくらいのね、このクレジットカードぐらいのカードが付くんですけど、それがナンバーが一人一人違うんだよね。そうで、なんかね、後ろの文章とかもね、なんか考えたりとか、デザインとかも2人で ね、うん、あの提案させてもらったりとかして、ここにこういうの書きたいなとかもね、うんうん、やってもらって、で、ちゃんと一人一人ナンバーも違うということで、昨日見せてもらったんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、めちゃくちゃ可愛いそう、このコンプリート版に付くので、ぜひお楽しみに。でね、今回はこのサイン書いたのコンプリート版だけなんですけど、通常版の方のメモ帳もね、うん、すごい可愛いグッズになってるので、ぜひそちらもよろしくお願いします。なんか今までね、ライブとか来てくださったり、グッズ買ってくださったら、うん、人でもなんか持ってないものになったと思うんで、ぜひという感じですね。ラストです。ラストか。終わった。私も最後書きます。ラス1。私は星書いとこう。私書いたこんな感じ。ラスト1番なりました。ありがとうございました。ありました。ありがとうございました。めっちゃ可愛くね、並べてくださってる。めっちゃ可愛い。そう、絵本みたい。ここにあるやつがね、うん、皆さん誰かの元に届くから、うん、楽しみにして。並べせて当たるかな。当たるかな。みんなね、開けるまでわかんないんで、ドキドキ楽しみに、うん、買ってみてください。そしてですね、私たち11月にライブツアーが決定しております。でこのアルバムを引っ提げて、箱庭リリーライブツアーリリーズプラージュも開催される予定なので、はい、そちらもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。会いに行きます。みんな来てね私たちも行くね今日はお疲れ様でした。初めての工場見学どうでした？もう本当に見るもの全てが初めてだったし、うん、こうやってあの一枚一枚手作業で作業して丁寧に作られているんだなっていうのを改めて知れて、うん、自分たちはね、収録される側であんまりこういうのに関わったりとか、そうだね、見たりすることはできないけど、今回こういう経験ができて本当に良かったなと思います。しかも見るだけじゃなくて、私たち自分たちで自分の CD を作るっていうめちゃくちゃ貴重な体験をさせてもらえたし、またね、あの皆さんの元に届く、封入される前のものにサインもするっていうのもね、そんなない経験だと思うので、すごく充実した一日になりました。はい、この動画がね、皆さんの元に届くのはまだ発売前ということなんですけど、あと数日で、はい、アルバム実際発売されて皆さんの元に届くと思いますので、ぜひそちらもお楽しみに。お楽しみに。私たちが書いたね、サインのやつが当たったって方はね、教えてください。リッターで教えてくれたら嬉しいです。ではでは、またライブツアーかな、みんなに会えるのは、ぜひ会いに来てくださいね。来てください。バイバイ。